トライアスロン、トライアスロン、トライアスロンは、水泳、自転車ロードレース、長距離走の三種目を、この順番で連続して行う、耐久競技であり、九百七十四年にアメリカで、初開催された比較的新しいスポーツである。トライアスロンは、ギリシャ語で数字の、三を意味する、セ説刀自取りと、競技を意味する、アスロンの合成語で、英語発音に習って、 トライアスロンと呼ばれる。この言葉自体は具体的な種目名を示していないが、現在では水泳、自転車ロードレース、長距離走、スイムバイクランの3種目を、この順番でそれぞれの距離、コースを設定し一人のアスリートが連続して行う耐久競技を指す。競技距離はスタンダードディスタンス、ショート、またはスプリントとは、その半分、または スタンダードディスタンスに満たない距離、または、オリンピックディスタンスのレースは、スイム1 5トル、バイク4 0トル、ラン1 0トル、合計、51. 5 1 5トルの距離で行う。スプリントディスタンスは、スタンダードの半分、スイム0 7 5トル、バイク2 0トル、ラン5トルの距離で行われる。コース設定の関係で、スプリントよりも短かったり長かったりした場合、 ショートディスタンスと呼ぶ主催者もいるが、正式名称ではない。ロングディスタンス、長距離のレースは、スイム 4.0km バイク 120km、ラン 30km、合計 154km の距離で、そして、アイアンマンディスタンスのレースは、スイム 3.8km バイク 180km、ラン 42.195km、合計約 226km で行う。 種類参照。その他にも様々な距離設定で大会が行われている。2から3人で各種目を分担するリレー形式レースを同時開催する大会もある。オリンピックではトライアスロンは競技時間、コース設定などの運営上、スタンダードディスタンスで行われる。よって日本代表選考会も同様である。ロングディスタンスの実力を競うものとしては、 毎年国際トライアスロン連合のガーリー日本代表選考会も毎年開催されているロングディスタンスの場合競技時間が10時間を超える場合が少なくないため過酷なスポーツとの認識が根強いしかしオリンピックディスタンス等のレースでは一般のシアスリートの参加も多く現在このレース距離の大会が多くを占めている二千年シドニーオリンピックより トライアスロンはオリンピックの正式種目となった。パラリンピックの正式種目となるのは2016年リオデジャネイロパラリンピックからである。日本では2009年第64回国民体育大会ときめき新潟国体よりトライアスロンは国体の公開競技となり2016年第71回国民体育大会。 希望郷岩手国体より正式競技となった。国体ではオリンピックディスタンスで実施されている。国際的な経緯、日本での経緯、それぞれの競技大会によって距離は延長、短縮される場合があるが、主に以下のような企画がある。ディスタンスは距離のい。基準となる規格の背景は黄色。ITU トライアスロンワールドカップは世界選手権に次ぐシリーズ戦。 2009年は世界5カ国を転戦する。日本では石垣島大会がこのシリーズ戦に含まれる。ワールドトライアスロンコーポレーションによって開催されるロングディスタンス、長距離のトライアスロン。アイアンマン世界選手権大会がハワイコナで開催されており、全世界の予選会の上位入賞者が参加権を得る。アイアンマントライアスロン日本公式サイトや 英語版ウィキペディアも参照。すべての年代、あらゆる能力のアスリートにレースを提供し、観客に感動と興奮をもたらすイベントとして、世界各国でロングディスタンスレースを開催している。ドイツのロート発祥。スタンダードディスタンス、オリンピックディスタンスの大会は、全国各地で数多く行われており、多くの市民アスリートが出場している。 学生の最大規模の大会、通称インカレでは、日本学生トライアスローン選手権大会、個人戦、団体戦が毎年行われている。団体戦は、チーム上位3名の合計タイムを競う。エリート、プロ選手、実業団等に属す、選手等の出場レースは、ランキング対象イベントのジャパンカップと、ランキング対象外イベントに分けられる。 両者の同時開催やランキング対象外、イベント単独開催もある。ランキング対象外イベントでよく知られている大会は、国民体育大会がある。いずれもオリンピックディスタンスの大会である。NTT トライアスロンジャパンカップは1996年、平成8年から始まった。2011年、平成23年は、年間合計9大会が行われる。 選手たちは成績により高い方から SS、S、A、B、C の5つのカテゴリーでポイントが付与される。SS カテゴリーは ITU ワールドチャンピオンシップシリーズ世界トライアスロン選手権の境ランキングを点数化して付与するが S カテゴリー以下は各大会ごとの成績で付与される。S カテゴリーは同シリーズの各大会にあたり日本では WCS 横浜大会が同カテゴリーで開催される。A カテゴリーは日本において伝統的に国内最高峰大会に位置づけられてきた大会で、開幕戦、石垣島大会と最終戦、東京高大会にて行われる。石垣島大会は ITU トライアスロンワールドカップの一つでもある。東京高大会は日本選手権にあたる。 B カテゴリーはその他の日本国内における国際大会であり、アジアを転戦する ITU、アジアトライアスロン大会のシリーズ戦に含まれている東京港大会以外の S 及び A カテゴリーもアジアのシリーズ戦に含まれる。C カテゴリーは j ャ t u による国内大会である大会名に国際がついているが ITU 国際大会ではない。 WCS 横浜大会は東北地方太平洋沖地震東日本大震災の影響で当初予定の5月には開催せず延期されることになった2015年からは NTT トライアスロンジャパンランキングに変更ロングディスタンスの大会は2013年現在日本国内では5つあるアイアンマンジャパンの詳細は下記参照現時点で 日本最長距離の大会は、佐渡国際トライアスロン大会 A タイプである、水泳三点八キロメートル、自転車百九十キロメートルマラソン四十二二点キロメートル合計二百三十六キロメートル制限時間十五時間三十分。アイアンマンジャパンは二千十三年から北海道、東屋湖周辺で開催されている。それ以前は、アイアンマン、ジャパントライアスロン、 後藤長崎が2009年、平成21年まで行われていたが、2010年、平成22年は、皇帝駅の発生等が原因で中止になった。体制の見直しを理由に2015年、平成27年大会を最後に一時休止中。2010年より、愛知県と小市、中部国際空港周辺、北半島にて開催。 アイアンマン70.3の世界選手権、9月開催、ラスベガスの参加資格を得られる。ジャトゥー主催の下、毎年、全国各地で認定記録会が行われている。20歳以上の場合、スイム400メートル、ラン5000メートルである。20歳以上の場合、以下のタイムを超えると、球が与えられる。スイム、ラン両方が7球を超えると、 トップオブトップス大会以外のジャパンカップに出場できる。スイム2ランの合計タイムがスイム5級2ラン5級を超えると強化指定選手となりワールドカップに出場できる。トライアスロン大会に参加、完走した経験がある有名人。トライアスロンが登場する小説、漫画や映画楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。